皆さんこんにちは、おつらの保健師チャンネルのカノエラと天月あずです。はい、よろしくお願いします。本日もですね、イースト駅前クリニックさんがコラボしているチェクテクさんの動画を一緒に見て一緒に勉強していきましょう。はい、今回の動画は何でしょうか。はい、今日のテーマはですね、はい、連続射精は可能、女性の気持ちは男性の本音は。なるほど、連続射精、可能だと思いますか。いや連続射精を結構選ばれしものができるイメージではありますけど、ちょっとどういうことなのか動画一緒に見て勉強していきましょう、はい、こんにちは、ゆいです。今回は連続射精を理論的に可能にする4つの極意、賢者タイム短縮についてお話ししていきます。性欲があふれいくらでもできるぞって思っていても、一度射精してしまうとたちまちあれやる気なくなったなとほとんどの方がげんなりしてしまいます。この状態を賢者タイム、性欲萎縮状態と言います。女性にとっては行為後に急に冷たくされたと感じてしまい、ただの遊びだったのかな、体目的大切にされてないのと感じてしまう場合もあります。これは仕方がないことで、男性は性的に3つの段階に分けられ、興奮、射精、不応期となり、一度落ち着いてから再び興奮状態となることができます。そして賢者タイムが不応期に該当します。この賢者タイム状態だと、性的興奮状態を感じられる、性的な刺激を与えられても勃起が難しい状態となってしまいます。この賢者タイムは一般的に15分から20分となります。そして年齢が上がるとともに賢者タイムも長くなってしまう傾向があります、なので若い頃は2回戦3回戦とできていたはずなのに、年齢を重ねることで1回戦でかなりきつくなってしまうという男性もいます ね、 なぜ賢者タイムが起きてしまうかですが、射精直後に脳内からプロラクチンというホルモンが分泌されるのが原因となります。このプロラクチンは男性が射精することで脳下垂体前葉から大量に分泌され、興奮物質であるドーパミンや性欲物質であるテストステロンなど勃起や性欲をかきたてるために必要なホルモンを抑える作用があるんです。このプロラクチンがどうして出てしまうかですが、これは進化論が有力とされています。性行為中はとても無防備なので敵に狙われたらまずい状態です。なので性行為が終わったらすぐに臨戦態勢に臨めるように生き残るために備わった機能とされています。ただ方法によってはこの賢者タイムを意図的に短くしたり、連射を可能とすることさえできてしまいます。賢者タイムを短縮、連射可能な方法4選。クーリッジ効果、動物の性行動に関する有名な調査研究があり、哺乳類のオスは特定のメスとの性行為には飽きることがわかります。これをクーリッジ効果と呼び、男性の浮気を正当化する言い訳にもされます。同じ女性だと飽きちゃうから、クーリッジ効果で他の女性に行ってしまうという、本能ですけども、人間には理性がありますので、そこは向き合うっていう話なんで。何が本能だ。そうです、私はフリーアダスよくその言う浮気とかは賛成派ではないですけど、理解はしてるつもりではあります。一応ある程度しょうがないことだなっていうのは、それがただ強い人と理性でちゃんとコントロールできる人っていうのは、その人の人間性の話なので、もうそれがね、無理な人はもう彼女作らない、結婚やめてください。もう何もしないでください。それに関してはそうですね、知ってますよ。でも、一応ね、さまざまな研究がありますが、ラットを使った実験では、オスが同じメス4匹から5匹と交尾を行うのと、毎回新たなメスと交尾を行う比較では交尾時間が8倍も違ったのです。つまりは性行為の相手が異なる場合には賢者タイムが短くなるんですね。やっぱ新鮮な女の方がいいんだ。まあ興奮するこう材料が変わるので。そうだろうね。でも女子は逆に同じ人とやってる方が興奮しやすかったりしませんか。そのツボを知ってる、抑えてるって意味で。どうね、でもこれ人によるんじゃない。まあ例えばそれが好きな人とか、好きなアイドルとか、好きな見た目とか、いろんなそのプラスの要素がたくさんないと無理だとは思うんですけど、でも多分男子の方がこう違う人違う人って、女の子は割と同じ人とずっとやってる方が、そうだね、さっきのそのだから仲行きだとかそういうのもしやすくなるんじゃないのかなっていう。確かにね、やっぱその、なんか女の人の方がなんか回数、同じ人と回数を重ねていく方がなんか体が慣れていくみたいな、なんかそういう感覚があるから、なんかそういうのでね、なんか慣れていった方が気持ちよくなりやすいみたいなのはあると思います。結構男優さんも結構だからこう理にかなってるというか可愛くて綺麗な女優さんもたくさん
さん毎回毎回違った。日ごとにもうだけど女性はその同じダイオさんが来ると結構パフォーマンスが良くなったりすることあるじゃないですか。この人いい、もちろんその相性、うんうんうん、体的な相性もあると思うんですけど、それ以上食べたい美味しいっていうクリッチ効果に基づいている。そういうなんかねこういうことなのかなって。まあまあ確かにわあ分かりました、言ってることはすごく理解できます。ちょっとプライベートとかでこういうの言われるとすごい悩ますね。他の女のじゃないと俺立たないんだって言われたらビンタビンタです、ね、なので一度射精した後に別の女性と行為を行うことで意図的に賢者タイムを短くすることができるのです。ですが現実的には別の女性と性行為をするのはなかなか難しいので、コスプレをしてもらったりシチュエーションを変えたりして脳に新しい環境を意図的に取り入れる方法がいいですね。よく言いますね、あのセックスレス解消でラブホテル行ってみればとか、素敵なランジェリー着てみればコスプレしてみればよく聞きますね。ちょっとその、うん、だから人を丸ごと変えるんじゃなくてその人の印象を変えるとか、うん、そうなんかねよくねマンネリのカップルでも髪切ったりとか、うん、彼女がありますね。そうしたらなんかまた熱くなるとかね、まあ、クーリッチ効果にあぐらをかいて浮気ばっかしてんじゃないよっていう。そうです、もうまさにその通りです。今の一文最高です、まさにその通りです。マスターベーションの時も一人の女性で射精した直後だと違った女性を見た方が興奮や性欲を感じることはありませんか、うん、ちなみにクーリッチ効果は通常オスに見られる現象ですが、オスほどに顕著な効果は見られないですがメスにも同様な効果が得られたようです。いろんな男の人、食べたい女の人もいますよね。食べたい、いますよねそういう人ね。バイキング形式の人はたまにいる、うん、それこそよく聞くのはセフレが週替わりこういっぱいいっぱいいて何人かこうローテーションしてとか言ってるの聞いたことありますね。まあ、確かに存在しない話ではないね、うん、それこそ年齢も見た目も様々、職業も様々な、そうですっていうのもたまにいますよね。すごい性にあかる人じゃないんだよね。男性の方でも確率高いですよね。まあだろうね、まあ、本能的な面で言うと、うん、なんか男の人が浮気するときって、うん、飽きたとかっていうの結構でかいと思うんです、うん、理由として。だけど女の人が浮気するときってが足りないからっていうよりかは多分その人の性格とかその愛情的な意味で求められたことが返ってこないから他に行くっていうので、ね、気持ちの根底にあるのは男子はとか他の女ともしたいからっていう本能だけど、はい、女性は気持ちの方が多いと思うから、なんかちょっとそこは一緒のようで違うことも、確かに理由は違うかもしれない。女の子が浮気するときって結構セックスをしに行くっていうよりかはそれこそデートとか話を聞いてほしいとか愛情に埋めて行くと思う。結構女子の浮気の方が離婚率とか高いと思うんですよ。確かにその男子の浮気は帰ってくる可能性があるけど、うん、女子の浮気は帰ってこないんよ。帰ってこない人が多いと思います。確かに女の子って完全にそうだ、ちょっとしたらちょこちょこなんかそのちょっと身近にいたから最近そういう子が、そうな気がします。女の子が浮気した時とかってもう二度と戻らない、戻らないね、もう冷めちゃってる、もう好きじゃない、うん、そう、なんか魔が差したってよく男子は言いますけど、うん、女子は魔は差さないんですよ。差さないね、もう嫌なんですもん嫌いなんですよ。嫌いなんだ。そう、多分が多いと思うんですよね。呆れた状態、はい、うん、興奮しない女性、賢者タイムが起きる理由をホルモンの影響によることとお話ししましたが、研究でエストロゲンを補充した方は賢者タイムが短かった、うん、テストステロンが低く抑えられていると賢者タイムが短かったという実験結果がありました、うん、つまりエストロゲンは賢者タイムを抑え、テストステロンは賢者タイムを助けるということがわかります、うん、なるほど。テストステロンは性的興奮度で高まるので逆に興奮しないことでテストステロンを抑えることが期待できるので、興奮しない射精は賢者タイムを短くすることが可能な方法なんですね。結構難しくないか。つまり興奮するでやるぜ最高ハッハッというように射精するより射精は作業の一環ですと落ち着いた気持ちでの射精の方が賢者タイムを抑えられ、次の射精に準備がしやすいのです。成人みたいにならなきゃいけないんですか。無理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 、結構厳しいですよね。怖いですよ。だって私のスネーいきますよ。来ました来ましたね、ありがとうございました。ね、ごちそうさまでした。最高でしょ。それでは次に参ります。一度シャワーへ、クーリッチ効果一度シャワーへクールダウンしましたね。では2回戦目どうぞ。1000人プレイです、ね、いやーこれは理論的にはこれがそうです、ね、はい、可能ですよっていう話、体の仕組み的にはって話ですよね、うんうんうん、次の射精に準備がしやすいのです。
マスターベーションの時も最高に興奮と思い切って射精するよりも少し気持ちが冷めた状態で作業的に抜く時の方が力尽きずもう一回とりあえず抜いとくかと次の射精までのサイクルが早かったりしませんか。射精を小出し、射精を小出しにすることによって森林さんができるっていう話有名じゃないですか。源人さん、森林源人さん、はい、その男優さんちょっと出して小出しでって言ってる話前の聞いたことはテレビかなんか出てた時だったかな、確かに。そんな慣れとテクニックが必要ですが PC 筋を弛緩させることにより射精を小出しでき数回に分けて射精を感じ何度も小さなオーガズムを感じることができるんですね。手を止めてもそのままオーガズムに達する射精一歩手前の状態で刺激を止めて PC 筋を弛緩させて小出しするんです。マスターベーションの時も射精後に手を止めないで出し切る時よりも射精後に手を止めて射精した時の方が次への準備がすぐにできませんか。男性の中には射精をしない絶頂であるドライオーガズムを感じることができる男性もいます。ドライオーガズムでは精液は出ない絶頂なので賢者タイムが来ないんです。何度も絶頂することができるんですね。ED 薬を飲む、バイアグラなど ED 薬を飲むことによって賢者タイムを短くすることができるのです。ED 薬といえば勃起が全くしない男性だけが飲むと思っている方もいますが実はそうではなく ED 薬の効果はかなり広い層の男性にとってさまざまな活用方法があるんです、うん、ED 薬を飲むことによってプロラクチンの抑制への期待ができます。つまり勃起や性欲をかきたてるために必要なホルモンを抑えるプロラクチンを制御してくれるので勃起させる効果だけでなく、はい、勃起を妨げる成分の抑制も行ってくれるのです。 ED 治療薬のバイアグラを使うことで賢者タイムが 10.8 分だった男性が 2.6 分に短縮した報告や ED 治療薬のデビトラによって賢者タイムが16分から4分まで短縮したという報告があります。ED 薬は勃起できる人が飲んでも問題ない薬ですし普段とは違った行為がしたいって方にも活用できる薬なんです。確かに、ね、もちろんバイアグラなど ED 治療薬には勃起を制御する PDE の働きを阻害するので、うん、ペニスの立ちが少し悪い自分のマックス勃起を知りたいという方にももちろん有効的です、うんうん、イースト駅前クリニックで実施された全国20歳から69歳までの男性、うん、3218名に ED 治療に関する ED 治療アンケートでも ED 治療の目的の1地位がより強い勃起力のためなのです。実際に ED 薬を服用して得られた効果のアンケート結果では1位、普段より硬くなった。2位、持続時間が伸びた。3位、複数回の行為が可能になったとなります。でもそうかも、そうかもしれないです。やっぱ1回出した後でも治りが早いは、ね、なんか回復が早い方が賢者タイムがね短い方がこういう複数回できるっていう。複数回って何回ぐらいがベストなんですか。3回、うん、多くない最低3回。あ、最低1回でいい。じゃあでも時間によります。ショートセックスを3回なのか、ショートセックスか3回、お風呂に用意した後で入って、はい、そして射精し終わるまでに、はいはい、私別に3時間でも4時間でもいいと思ってるんですよ。その前期みたいなことを長くやってるだけで入れてるわけじゃないですよ、ずっと。だけどそれがすごい長いのが1回だったら1回でもいいと思うんですけど、こうさっきみたいにわーってこうすごいムラムラして1回こうショートでってやっちゃった後とかだと別に3回ぐらい、うん、3回、うん、なるほど。それ男性に合わせるんですか。男性にも合わせる時もありますし自分がやりたければやります。ああ、そうなんだ。もちろん無理やりはないですよ、交渉しますよ。あのみたいな、まだ撮影みたいなのない。その人 の, あの息子とちゃんと相談します。どうですか調子は、ちょっとめでてみて、でもいけそうじゃなかったらやめますし、いけそうだったらやりますし。はい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 、次いきますね。実際に服用することでより勃起力アップの効果を感じることができる人が多く、賢者タイムも抑え複数回の行為が可能になったということがわかります。しかし ED 薬には魅力はあり、使ってみたいけれども ED 薬を使わないという人もいます。 ED 治療を行わない理由のアンケートでは1位、年齢的に諦めている。2位、治療するのに費用がかかりそう。3位、恥ずかしいとのことです。 ED 治療薬はどの年代の男性にも効果が期待できますし、イースト駅前クリニックでは ED 治療薬はジェネリックもあり、費用も1錠440円程度で手に入れられるというものもあります。また病院に行くことが恥ずかしいと感じる男性もいますが、オンライン診療もあり手軽に手に入れることもできますし、直接来院する場合でも脱いだりすることなく簡単な問診をするだけで手軽に ED 薬を受け取ることができます。なんか全然関係ない話なんですけど、うん、そのこの ED 治療に関しても恥ずかしいから行けないみたいな、うん、その
男性って病院行かないですよ。行かない。多分女子の方がすぐ行くと思うんです。なんかあると女子ってお腹痛くなったらすぐ病院行くじゃん。行きます。店だとすぐ病院行くじゃん。行きます。男の人ってさ、ほんなんかその、うん、もうどうにもならないですよって段階になると病院行かないよ。行かない。大体ね、その生理の時とかもそうじゃないですか。多分痒いとか何か言えなかったとかすぐ行くと思うんですよ。女子って痒いと思ったらすぐ病院言われて行くじゃん、うん、行きます。そう、男子行かないよ。悪化してもうなんかやばそうになってから、その時になって痒いとか痛いとかじゃないと行かない。そうなんだよね。何なんですかね、あれ。我慢強いとかいう問題じゃないよ。多分恥ずかしい。恥ずかしいだろうね。ねえ、おもれが弱くなってるのを見られたくないんだ。でもそういうの動物的に本能なんですよね。しょうがない。本当にいや、本当しょうがないんですよ。なんかさっきのそのエッチな話も女子の方がオープンだっていうのもそうですけど、なんか弱みを握られたくないというか見せたくないというか、変な意地がある。なんでだろう。確かに。育は 70% 以上もいるのですが、自分が ED だと自覚している人は 37% と半分以下なのです。20代から60代以上の年代関わらず、多くの方が普段より硬くなったことを実感できることからも、ほとんどの男性は自らのペニスの最大勃起ができていない状態でセックスを行っているんですね。ED対策をすることは自分のセックス力を高めることができるので、自身のためだけでなくパートナーに満足してもらいたいっていう方を手助けしてくれる素敵な行為ですね。イースト駅前クリニックには2008年に開院して以来、150万人以上の患者様に治療を行い、それぞれの年代で様々な意図を持って ED 治療薬を活用しているんです。ではまとめ、今回賢者タイムを短縮連射可能な方法4選として、クーリッチ効果、興奮をしない射精、射精を小出し、難しいことばかり言ってますよね。これ ED 薬を飲む以外結構難しい。ありがとうございます。今回は連続射精を理論的に可能にする4つの極意、賢者タイムを縮小の方法をお話ししました。まったねー。うわー、カノさんでもどうですか、ED 薬を飲んでる、例えばじゃあ恋人とか相手が ED 薬を飲んでますって言われたらどう思いますか。飲んでるんだっていう感じかも。なんかそれっていうのもなんか、例えば私じゃ満足できないから仲折れしちゃうから飲んでるんだって女の子が思っちゃうことって多分あると思うんですよ。まあないことはないのかな。とか例えば女の子がローション使いたいとか、そのよく言うウェットトラストとかってあるじゃないですか、中に中に入れるロッションみたいな。あの男性がその俺じゃ濡らせてあげられないんだって思っちゃう理由になりかねないって意味では、確かにそうかも。 ED 薬とかローションとかって使いづらいって思う人もいるのかなって思ったんですよ。確かに。そのなんかその今のあつちゃんの話聞いてて、うん、その、ね、中に入れるローションとかで撮影中めっちゃ使うんだけど、はい、そのプライベートの時に使えるかなって今自分で考えたら、うん、やっぱなんか相手に対して、うん、なんかあれ気使っちゃうかもと思って私は使えないかもって思ったんだけど、うんうん、ED 薬を飲んでる男性は、うん、このチャンネル言ってるからかも分かんないけど、うん、その自分のその問題を自覚して治そうと思ってるから、はい、多分原因は私じゃないんだと思うかもしれない。頭が痛いから頭痛薬飲むみたいな感じで、うんうんうん、そういう感じなのかなって私は思えるけど、でも確かにね、知識がない子だったら私がなんかね原因があるから ED 薬を飲んでしまってるんだみたいな、うん、いうふうに思うかもしれないね。確かにそういうお酒を飲むような場でちょっとお酒を飲んでる時にこういう人がいたんですよ。お酒本当は僕飲んじゃ今いけなくてって、なんでかって話を聞いたら、要は妊活をしてると奥様と。で奥さんがだからお酒はやめてほしい、その精子の動きが悪くなるとかそういう話で、で今日絶対にやらなきゃいけないって言われてるらしいんですよ。排卵日の今日してください。だけどそれがもう苦痛でしょうがないと、その彼は。だから ED 薬飲むか風俗とかにあえて行って、で違う子で抜いてからだとこうやっぱこう慣れないというかこうか刺激になる、要は。なんかそれどっちの話は分かるんだけど、風俗行かなくても良くないってなるかも。まあでもまあ彼女とかがいるよりマシだと思うんですけど、私が聞いた時に。でもこうなんていうんですか、こうやっぱ刺激が答えなくなってきちゃったりとか、だそういう時にやっぱこう ED 薬も活躍するし、まあそうだね、なんですか、本能的に興奮しなくなっちゃうと他の子に行きがちっていうのもなんかそういうところから、やっぱ男子と女子は愛入れない生き物なのかもしれないですね。なんかそういう話聞く、さっきの浮気の理論もそうですけど、違う生物なのかもしれないね。まあ本当はそうですよね。だから、まあ、昆虫と猫ぐらい違う生物なのかも、かもしれないです本当にね。なんか昆虫とは言わないけど、まあ、結構難しい問題じゃないですか。なんかその辺の、まあ ED 薬を飲むこともね可能だけど、うん、私なんか一個でっけえのはね、日頃からその冷静沈着に生きる
まあ、その気持ちの波を作らなければ、うんうん、その成功時にオラーってなりにくいんじゃないかなって言ってましたね、はい、侍のように生きる難しくないですか。粛々と、あ、まあ、座禅とか組めばいいんじゃないですか。座禅組んで、もうそうです、自分と戦えばいいんじゃないですか。瞑想、あれじゃないですか、あのハイキングとか登山とかいいんじゃないですか。いいかも、体も動かす、お尻も使う。筋トレが一番、筋トレが一番、筋トレが一番いい。スクワット60分間してください。力もつくし気持ちも落ち着くし、確かにテストステロンも豊富になりますから。確かに確かに、スクワット60分間しましょう。しましょう確かにこれはいいです。薬も頼らずね、はい、確かに確かに、まあ、薬の方法もありますよっていうお話でした。その動画が参考になったよという方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。